Hi, everyone. This is Toki.、まあ、雑談をしたいと思います。本日は2022年7月11日、安倍元総理のお通夜を取り行い、明日、まあ、お葬式ということになるそうです。昨日が日本の参院選の選挙だったわけで、その選挙が終わってからということになりますね。 あの、政治家の家に生まれたからにはそういった宿命があるわけです。そういった諸々にやっぱり配慮してお葬式の日程など考えなければいけない。まあ大変ですね。そして驚いたのはアメリカのナンバー2国務長官ブリンケンさんが急遽来日しました。本日来てますね。あの、えっと、国務長官ってアメリカでは外務大臣も兼ね備えているような 職種なのでちょうどブリンケンさんもアジアに来ていたのかなどこか予想の国でいろいろ忙しく動いているんですねそれがですね他の予定を全部一応とりあえずキャンセルしたのか延期にして日本に来てるんですねでまあもちろんその選挙も終わったということでそのこの今日 ま、選んできたんだと思うんですけれども、いや、びっくりしました。さらに、イギリスのエリザベス2世女王陛下から、日本の天皇陛下へ、安倍首相がお亡くなりになったことに深い悲しみを表明しますと。いやー、こんなに世界的に影響力のあった方なんだなと。さらに、政治の関係だけではなく、ニューヨークのウォール街、あの、経済の要ですよね、世界の。経済の要でも、 安倍首相の写真を掲げてですね、なんか素晴らしい人を亡くしたみたいなムードに包まれているそうです。ホワイトハウス、アメリカの大統領のホワイトハウスも反響を形容してますので、いや、ちょっと異例中の異例と言っていいんじゃないでしょうか。すごいなと思います。一応、日本とアメリカって世界最大の同盟国なんですね。世界最大です。もう同じ国と言っても過言ではないぐらい、 まあ、多岐にわたり協力し合い、もちろん反発する部分もあったんですけれども、安倍首相になってそれがすごく高みまで上り詰めたと言われていたようなんですね。で、まあ、もちろん、えー、さっきの大統領、オバマ大統領も声明を発表し、もちろんバイデン大統領現職ですね、さらに友人だったと。 嘆いた。トランプ大統領も,もちろんもう表明してますね。悲しいっていうことなんですね。まあ、こんな歴代大統領から声をかけられて、日本国民へ愛との意をまあ表明すると言われてるわけなんで、いや、なんかもうそれは、なんか素晴らしい関係性だったんだなと思いますね。まあ、雑談なんでいろいろなお話をしたいと思うんですが、NASA がありますね。アメリカの 航空局 NASA の現在長官ネルソンという方なんですけれどもまあすごい発言をしてですねあのパンダの国と揉めてますね今 NASA がパンダの国は月を占拠しようとしてるっって NASA が怒ってるんですねあの NASA は今宇宙宇宙飛行士を月に送ろうと思えば送れるらしいんですよけれどもあと2年か3年かけて徐々に もうその宇宙飛行士をもう一度月に送り込むんだと、まあ現実路線という形でやってるわけなんですけれども、それをですね、C 国、あのパンダの国がですね、横からかっさらってですね、あらゆる技術をあらゆる国からかっさらってるって、ネルソン、NASA の長官が非常に怒っていて、その前に俺たちが行くんだと、パンダの国が先に月に行って、全部を占拠しようとしてるって言ってるんです。 これに関してはパンダの国は非常に怒って何言ってやがるんだと <laughs> 常にアメリカは俺たちを侮辱し悪い噂を流してるみたいなことで反発してるんですけれどもなぜアメリカが今本当は宇宙飛行士月に向かわせることはできるのに今ちょっとやめていて2、3年かかるかっていうと あの、宇宙飛行士の命を大切にしようという動きがやっぱり強いんですよね。それは日本もそうで、何かことが始まった時に人権問題に発展するんですよね。今そうやって向かわせて大丈夫なのかと、最後の最後まで一応安全を確保しようとするわけです。日本とかアメリカって。そうじゃないと叩かれて、もう事業そのものが潰れてしまうので、 頑張るんですけども、あのパンダの国はそういうの関係ないので、いつでも行こうと思えば行けるというかですね。もちろん地球の周りにバンアレンタイといって、まあ噂によると、いろんな放射線みたいな人体に悪影響があるものが地球の周りをぐるっと取り囲んでいて、それを突破するのは非常に大変だという話があるんですね。 ところが別の説ではもちろんバンアレン隊はあるけれども思ってる以上にそんなに深刻なものではないから月ぐらいはいけるよみたいな話もあるんですねだから火星へのミッションなども立ち上がってるんだみたいなだからどっちが本当かわからないですし実際に宇宙に来たこともないですしスペースシャトルって非常に地球に近いところをぐるーっとしてたんでバンアレン隊まで行ってないんですよね確か ま、スペースシャトルって、あの、日本人の宇宙飛行士もたくさん乗ってるんですけれども、あの、特に有名なのが向井千秋さん、女性のアジアで初女性宇宙飛行士として NASA のスペースシャトルで2回ほど宇宙に行ってるんですね。彼女は結局合計 NASA に20年間勤めて、ずっとあらゆるその計画に携わってたっていうすごい人なんですけれども、 あの時はですね、ペイロードスペシャリストだったんですよね。これ、NASA のあのスペースシャトルの特徴なんですが、非常にお金がかかると。もうお金かかるから、もういろんな国にお金出してよ、融資してよ、その代わり、あんたんとこの宇宙飛行士乗せてあげるから、みたいなことになったんですよね。それをめがけて、たくさんの日本人宇宙飛行士が、まあ、スペースシャトルに乗ることができた。日本が多分少しお金を、 出していた。さらに、このペイロードスペシャリストって名前がつくと、一回一回の応募で決めていくらしいんですね。アメリカの宇宙飛行士じゃないから。だから大変だったみたいですね、向井千秋さんも。一回一回全部応募して自分の強みをアピールし、まあ、彼女医者なんで、お医者さんで、あの、有名な日本の俳優さん、えー、石原裕二郎さんの担当のお医者さんだったんですね。 本当に心臓を開けて直接わしづかみにして心臓をマッサージしたみたいなすごいあのエピソードが残ってるらしいんですがそのお医者さんだったんですね彼女はそこから宇宙飛行士に転身したわけなんですが20年間 NASA にいてずっと応募して結構いろんな計画に携わってきた本当にすごい人なんですけれども ですからその日本も宇宙計画に関してはいろいろやってきた。さらにあの日本の JAXA も最近すごいですよね。その小惑星かなんかにその小型の宇宙船をバーって飛ばしていろんな成分取ってくるみたいな。あれ日本じゃないと思いつかないような あの計画だなと思いますね。誰も思いつかないような、見向きもしないような小惑星をめがけていって、さらに地球に帰還させるという離れ技をやってのけてるわけなんですが、だからその NASA の月への計画、これ日本も絡んでます。日本も絡んでるので、やっぱり世界最大の同盟国なんだろうなと思いますね。日本の技術ってアメリカのあらゆるところに非常に必要なんですよね。 だからやっぱりアメリカが日本を手放すことはないし、まあこれからもいろいろ、まあ一生懸命やっていくんでしょうね、お互いに。あれこれ言いながら。まあそれからマレーシアですね。マレーシアで日本の盆踊りが問題になっていると。びっくりしたんですが、トーキーも知らなかったんですけども、マレーシアで日本の盆踊りを夏に、まあ1日か2日だと思いますが、やっていたと。それも1977年から続いてるっていうんですね。 もう40年以上やってるってことなんですが、マレーシアにも多くの日本人の方々がお住まいです、まあ日本人社会っていうものもあるらしくって、その日本人社会が立ち上げた盆踊りのイベントみたいなのがありまして、まあ盛,盛り上がってるらしいんですね。3万人ぐらい参加するってすごい盆踊りだなと思うんですけれども、 当期実は盆踊りって参加したことなくて見たこともないっていうぐらいなんですけれども、だから、マレーシアでどうしてって思ったんですが、やっぱりその、まあ、夏ですから、量を求めてみんなで踊って楽しく過ごして、まあ楽しい夏の思い出みたいにやってたんでしょうね。ところが、マレーシアってイスラム教なんですよね。で、イスラム教って、その宗教に対してちょっと敏感なところがあって、 なんでマレーシアで日本の盆踊りやってるんだと。政治系から、政治家からクレームがついて。どうなったんでしょうね。やったんだろうか、やってないんだろうか。だからその昔、1977年というもう40年ぐらい前だと、良かったんですよね。他の国のそういった風物詩などをやっても、許せた雰囲気があった。でも、ここまでグローバル化が進むと、 自分の国の風物詩がなくなる危機にあるわけです。いろんな国が。日本もそうですよね。縁側で浴衣を着て涼んでっていうような風物詩がなくなりつつある中でなんで他の国のイベントやらなきゃいけないのって思われても仕方ないなと思うんですよね。だから日本でその夏の風物詩はこうだったこうだったっていう素敵なあの日本の古来からの 過ごし方、風習がなくなりつつあるのに、なんで他の国のイベントをやらなければいけないんですかって思うのと一緒で、マレーシアもそう思ってしまったんですよね。40年前なら、その風習、風物詩っていうのはそれぞれの国に根強く残っていたんですけれども、もう今となってはそれぞれの国で自分たちの文化を守るのが必死。もう消えそうなんですよね。だから、 やっぱりそういう他の国の風習を受け入れる余裕なんか今はないよみたいなことなんでしょうか。まあ文化の侵略とか言われてたらしいんだけどそこまではないと思います。日本人だから。まあただみんなで楽しめたらいいよねっていうだけで多分やってたと思うので、まあ多分続いていくんだろうなとは思いますね。うん、そこまでね日本人ってわきまえるのできちんとその国の 中に慣れよう慣れようって頑張る部分もあるし、まあ日本のいいところもたくさんあるんですけれども、その国のいいところを見て受け入れていく、それが日本人だろうなと思うので、あんまりこの件に関しては心配はないですね。ただそのマレーシアの政治家、これに対してクレームをつけた政治家が宗教担当だったらしいんですね。国によっては宗教担当っていう大臣がいるんだと思って驚いたんですけれども、 その国にちょっと暮らしてみたいなって。いろんな国があって、私この国に合っているかもしれない。ちょっと暮らしてみたいなっていう時は、ぜひその国の宗教とか成り立ちとか、どんな事件があったかとか、ちょっと調べてから行った方がいいと思いますね。真っ白な状態で行くと危ないと思います、結構。今回は少し雑談をしてみました。 まあ皆様にとって何が正解なのか、そして何がいいのかはわからない。それはそれぞれなんだからですね。その人が受け取る。それがもう全てになってくるので、まあいろんなことをお話しする中で、あ、こんなお話もあるんだと、ふと思っていただければ、まあそれで十分なのかなと思ったりはしていますね。まあすごく暑い日が続いているので皆様体調など、 崩さないように、まあ、少しずつ前を向ければいいなと思います。まあ、トーキーでした。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。